はいどうも、えけです。えー、今日は、ルナシー 30th anniversary year ニューアルバムクロスじゃなくてのツアーについてのお話ですね。まあ、何回もしてるんですけど、えー、前回、スレイブシートに、ミサト 2days、宇都宮 2days、えー、あとは、大阪 2days、名古屋 2days で、 全部で8日間、8公演分申し込んだんですが、全敗というトラウマの8連敗を経験しました。そして、えー、今日はもう11月の15なので、ね、申し込み自体は締め切ってるんですが、えー、エントリーした公演、スレイブ指定席の方でエントリーした分ですね。が、ミサト2です 宇都宮 2days 石川 2days 福島 2days 大阪 2days 神戸 2days 札幌 2days 名古屋 2days というわけで12345678全部で16公演エントリーしました怖えー請求がめっちゃ怖え16公演 16万。やべえな。まあ、今回福岡に関しては、まあ、えー、7月に1回サイコロ CM のライブで福岡行っていてサンパレスも場所を見ているので、行こうかなと思ったんですが、ね、やっぱり距離が結構あるので、今回やめとこうかなと。で、広島は特に、まあ、広島の思い出はあんまりないので、まあ、広島いいかなと。 で、今回松山なんですよね。前の時も話したかもしれないですけど、えー、リブート後、初の四国公演なんですよ。なので、かなり気合が入ってるんじゃないかなと。そして、レア曲をやってくれるんじゃないかなと。うん。で、多分、この辺の場所は普通にチケット取れると思うんですよ。なんで、最悪後からでも入手できるとは思うんですが、 まあ一旦スレーブ指定席の方は申し込みすぎて後が怖いので一旦やめてます。で、新潟に関しても前回の、前回じゃない、前々回のウィルのツアーの時にセレブズやってるんですよね。なんで結構新潟も気になったんですが、まあやっぱ遠いかなと。うん。ちょっと場所的に行きづらいんですよね。距離はそんなに遠くないと思うんですけど。で、仙台はもう単純に遠いと。 で、札幌に関しては遠いんですが、今まで、えー、ライブで北海道まで行ったことがないので、まあ、この機会に、初めて、ルナシーのライブのためだけに北海道へ行ってみようかなというので、エントリーしました。まあ、あとは、周りの人が札幌公演当たってるので、まあ、行ってみっか、みたいな感じですかね。はい。というわけで、16公演分、 全部で申し込みしました。えー、請求が非常に怖いですが。というか当たるかどうかはわかりませんが。こんな感じでエントリーをしました。まあ、三里、宇都宮、大阪、あと神戸あたりももしかするとちょっと外れるかもしれないんで、実際行くものはもっと減るかもしれないですが、今のところこれだけエントリーしております。はい。というわけで、クロスのツアー、楽しみにしております。 はい。それでは今日はここまで。バイバイ。